2階の窓が開いてる。ミラ、目を覚ましたんだね。ええ、どうしたの？気を強く持ってください。そんな、ミラ、ミラ、足は？うん、動かない。痛みも何も感じないな。ジュード、私の剣はどこだ？何言ってるの？ちゃんと休んでなきゃ。ここにいる意味はなくなった。すぐイルファに。まだそんなこと言うの？終わったんだよ、もう。何が終わったというんだ？君が決めることではない。なんでさ、どうしてそうなんだよ。おかしいよ。今のミラにはもう何の力もない。現実を受け入れなきゃ。ジュード、ハミルの人々を覚えているか？彼らは望んでいないことを強いられたが、抗うだけの力を持っていなかった。あの人たちにもっと力があればあんな風にはならなかったかもしれない。では力とは何だ？襲い来る者を打ち破るものか、四大精霊の力を操れることか、自分の足で歩けることだろうか。力とはそんなものではない。諦めないんだね。私は前に進まねばならない。それが使命だから。そんな体になっても、それが私なんだ。ジュードか。おはよう。どうかしたのか？あのね、僕の父さんが昔、足の動かなくなった患者さんを治療したことがあるんだ。本当か？うん、本当。だからミラ、一緒に僕の故郷ルロンドに行こう。なぜだ？昨日はあんなに反対していたのに。うん、なんでだろうね。よくわからない。なんだそれは。わかってるのは、ミラは歩けなくてもきっと無茶しちゃうってことだけ。君は本当におせっかいだよね。では任せよう。頼む、ジュード。うん、ルロンドには船で行ける。サマンガン海底に向かおう。ドロッセル、感謝する。うまくいくことを祈ってるわ。それでは道中を気をつけて。ここまでのお見送りしかできず本当に申し訳ありません。気にするな。お前にはなすべきことがある。今の多忙なドロッセルにはお前の力が必要だろう。
はい。ジャード、ミラ。エリゼ、元気でね。ドロッセルさんとローエンなら仲良しだから寂しくないよね。では行こう。いろいろ世話になったレオユ。それじゃあ行くね。みんなありがとう。みんな白状だな。一緒にいればいいのに。ジュード、受け入れるのか、このことも。柔道の故郷か。どんなところか楽しみだ。普通の田舎町だよ。昔は鉱山で栄えた時もあったらしいけど。人間なら親がいるだろう。やはり柔道に似ているのか。どうかな。家族に会うのが嬉しくないのか。父さんも母さんも仕事一筋でちょっと苦手なんだ。うん、本で読んだぞ。ファザコンマザコンというやつだな。違うと思う。では骨肉の泥沼の争いの方か。ミラってどういう本読んでるの。エリーゼ、寂しがってないかな。ローエンとドロッセルが一緒だ。心配することはないだろう。アルビンの次の仕事ってどんなのかな。危ない仕事じゃないといいけど。傭兵には無理な相談だろうな。それにしても本当に君は人の心配ばかりだな。そんなことないよ。ただみんな一緒ならよかったのにって。仕方あるまい。なすべきことは皆同じではないのだ。元気を出せ。きっとまた会えるさ。うん。はっ、待ち抜け。よし、いける。聞かないよ。はっ、砕けろ。やった、楽勝だったね。よし、いける。
よし、行け。楽勝だったね。降ってきちゃった。今日はここで休もう。ああ、任せるよ。柔道の料理はやはり美味しいな。私には到底真似できない。そんなことないよ。練習すれば誰だって。人は誰しもなさなければならない使命がある。僕の使命はミラに料理を作ってあげること。それだって今の私にはできないことだ。食事を作り、寝床を整えることさえな。僕がずっとやってあげるよ。柔道。柔道、こっちを。ありがとう。これを受け取ってほしい。私の気持ちだ。ありがとう。今日中には海底につけると思うよ。あ、ここは僕がやるよ。はっ、た、サダン。よし、もう終わっちゃった。ミラ、大丈夫？ああ、だが困ったことになったな。しっかり捕まってて。